ジェーミエレトローニカ煙突用ファン HQ モーターを採用。ジェミ社が開発した特許を取得したインテリジェントエフォートコントロールシステムは、システムに負荷または異常吸収が発生した際に直ちにモーターが停止することで修理不可能な損傷を防止し、状況が通常に戻れば自動的に再起動します。モーターの冷却ファンはジェミ社独自の設計製造による全金属製品で、非常に高温においても効果的な冷却を可能にしています。ジェミ社のモーターは回転磁極の原理を採用した非同期モーターで、摩耗するブラシがないため長期間にわたりメンテナンスが不要です。モーターの巻き線は商標でもあるジェミ社の革新的な高耐熱性システムを採用し、他に類を見ない設計となっています。これらはモーター巻き線におけるセラミック繊維のエナメル加工によるもので、極めて高い温度下におけるモーターの稼働を可能にするとともに、優れた熱交換性による高い冷却性能も実現しています。ジェミ社のモーターはモーター巻き線が直接保護されるシステムであるため、他の保護を必要としない業界で唯一の製品です。モーターのベアリングにはジェミ社が独自に開発した高温耐性を持つ SKF 静音ベアリングを採用し、長期間にわたる安定した低騒音運転を可能にしています。ジェミ社が特許を取得したもう一つの特徴は、スイスのバーゼル大学環境エンジニアリング物理学部及びよく知られた潤滑グリスメーカーの協力により開発された高温ベアリング潤滑を可能にした自己潤滑ベアリングです。特殊なグリスを使用するジェミ社のモーターは、長期間の様々な保守作用にも影響を受けず、稼働部品の長期間にわたる運用を実現しています。もう一つの重要な特徴は 60% エネルギー吸収減衰システムです。この高効率な省エネルギーシステムは、ジェミ社が独自に開発したローターの特殊な過去型回転子によって実現されています。長期間にわたり高温下での安定した運転を可能にするため、ジェミ社の HQ モーターの全てのプラスチック製取り付け用部品、コンデンサ、コネクタは全て煙突ファンの外側に配置し、また配線には特殊な耐熱セラミック繊維のケーブルが使用し、熱源からの保護を実現しています。ジェミ社の煙突用ファンがこの上ない信頼性を提供します。